三略は中国の標法書、武教七書の一つ。鉱石後期、鉱石後三略とも称される。上略、中略、下略の三つで構成され、そのため三略という。太鉱棒が書き、新鮮の鉱石後が戦六したとされる。しかし、内容には、陰や州の頃は、戦車戦であるのに、まだ存在しないはずの騎馬戦の言及があったり、 同様に使用されない将軍という言葉も用いられているため、後世の人物が太公望や鉱石鉱に固くして書いた儀書であるとも考えられている。謙究不快の由来とその内容とは別物であり、古から価値のあるものとみなされ、数多の兵書の中から選び抜かれて、真相によって仏教七書に加えられている。書き手が同じ太公望ということで、通常、 陸東と併称される。なお、日本の戦国武将の北条早雲は、夫れ首相の方は、努めて、英雄の心を取り、友好を承録し、志を衆に通ずという最初の一節を聞いただけで、それにてたれりと、学者の講義を中止させたと伝えられる。聖句、十句五王聖子の出典である。名言として、サトシを使い、ユウを使い、ドンを使い、グを使うがある。 注釈書、ありがとうございます。